いつもと違う感じのオープニングでね、動画が始まったかと思うんですけれども、今ですね、とある撮影をしているでございます。何だと思いますか皆さん。はずれです。はい、今日はですね、ちょっと1年前かな、結構前にもあったんですけれども、チェリークさんの撮影をしているんでございます。でですね、なんで撮影するのかと言いますと、チェリークから新色が2色出ました。そうなんです、今ね、1つ目これつけているんですけれども、ちょっと2つこういう色なんですよってご紹介をしていこうかなと思うんですけれども、今つけてるこのね、1つ目のライミーブラウンっていう色でございまして、もう名前の通りブラウン系のカラコンなんですけど、こちらはね、ガラス玉を入れたような感じで、もうピュッて入れた瞬間もうね、目がチュルンってなる感じのチュルン系のカラコンなんですけれども、いかがでしょうか皆様。最近モテメイクとか、ね、いろいろな流行ってると思うんですけれども、それにね、抜群と言いますか、つけた瞬間透明感が出るので、かなりおすすめのカラコンとなっております。うわ、おはようございます。おはようございます。めっちゃ見切れちゃう。この今紹介した2つがですね、新しく出てるカラコンとなっております。前に動画上げた時もご紹介したつけてたのがですね、テレックさんの前からあるやつなんですけど、ハーフっぽく盛りたい時につけるホットアシリーズだったりとか、シリークさんはですね、裸眼をこうより綺麗に見せるカラコンになっているんですけど、シルエットシリーズとか特に学校だったりとかナチュラルメイクとかに合うカラコンとなっているでございます。こちらがグレーコントゥアになっております。結構ナチュラルめなやつなので、初めてカラコン挑戦して、結構ハーフ系のカラコンつけたいけど、大きいのちょっとあれだなってことが特におすすめのカラコンになっているでございます。こちらがですね、ブラウンコントゥアなんですけど、さっきよりブラウンみが増してるので、これからの季節にバッチリのカラコンかなと思います。はい、ということでこのカラコンはですね、コーンヌードというカラコンになっているでございます。色結構色素薄め系なんですけど、より裸眼が綺麗に見えるかなと思います。はい、ということでこのカラコンはですね、カッパークチュールっていう色なんですけど、皆さんいかが
かでしょうか。結構一番色素薄いというか裸眼に馴染みがあるようなのかなと思うんですけれども、結構これ学校のナチュラルメイクとかにもおすすめです。可愛いカラーがたくさんあるので自分もこれからたくさん愛用していきたいなと思うんですけれども、動画を見てくださってる皆さん、ぜひお揃いにして買ったよとかで、こういうメイクしたよみたいな感じで自分にリプを送っていただけるとすごく嬉しいなと思います。チリーコよろしくお願いします。はい、今日の動画ごめんなさい見ていただいてありがとうございました。また動画を見ていただけると嬉しいです。ではバイチャモ、バイバーイ。